こんにちは、ひかりです。今回もトイプラネット藤岡店さんでお買い物していきます。仮面ライダーコーナー見ていきましょう。やっぱね、今回も久しぶりに行ったらね、やっぱありましたね。いっぱい減ってないというか、むしろ増えてるみたいな状態でした。で、下の方は1個100円コーナーで、こっちの方のショーケースに来ると割と最近のやつとかがありますかね。まあ今ギーツでね、まあでももうガッチャード、新しい仮面ライダーのなんか最近トレカとか販売開始になりましたよね。今回のガッチャードカードを使うみたいで1パック100円で売ってたりするんですよね。割と人気みたいで、売り切れてるお店も何店舗かありました。ただ別のお店ではねあったりしたんだけど、僕ちょっと買ってないんだけどね、まだ本編見てからかなっていうところはあるかな。で、こっちが変身アイテムですね。まあベルトとか、まあこれベルトだけじゃないからね、今仮面ライダーって変身アイテム、こういうねセーバー系は刀で変身するライダーばっかですからね、剣でね。で、下はね1個100円コーナーで、ここが仮面ライダー01のプログライズキーですね。だいぶ数も増えましたって感じで、あ、ここでもあれか、武器だね、変身アイテムじゃないのもある。まあ一応年代順に並んだりしてるんで、はい、こっちの方は割と新しい方というかね、ジオとかね、まああとは令和のライダーになりますかね。やっぱ01かっこいいよな、アイテムとか。こっちはまあデラックス版のね、ガシャットとかそういうのはあったりするんだけど、下は食玩版とかが多いかな。ガシャポン版とかね。お、ガチャガチャ、あ、古いね、アギトだ、多分当時物な気がする、マグネットかな。で、指人形とかミニフィギュアとかがありますかね。仮面ライダーキッズだっけ、指人形のシリーズ。お、ステッカーだ。あ、めっちゃあるな。ライドウォッチデラックス版箱入りみたいな感じ。そう、ライダーは割とね、本編が終わってすぐぐらい結構買いやすくなりますからね。お、仮面ライダー J。 このソフビコーナー結構好きですけどね、僕。たまにね、この仮面ライダーのソフビコーナーに戦隊の敵キャラのソフビとかあったりするんですよ。そういうの嬉しいかも。あ、タグ付きだ、フォーゼ。一応限定のソフビなんだけど、このクリアラメのやつ、ラメラメのやつね。ただ割とね、そこまでレアではないかなって感じはする。トイプラさんではよく100円で見かけますね。おーっと、仮面ライダーリヴァイだね。リヴァイスのリヴァイのソフビ、僕も持ってます。あの、始まったばっかの頃に普通に定価で買ってる。かっこいいですよね、なんか明るくていいよね、ソフビの色が。次のガッチャードすごい明るい物語になりそうだなと僕は思ってて、明るい作品大好きなんで嬉しいです。まあ最近はみんな明るいからね。で、ここら辺がね、あのベルト部分だけとかバックル部分だけとかも売ってるんだけど、で、ここは新しくできたショーケースですね。すごい、あの、分かりやすくていい。で、ウィザードリングだ。で、アストロスイッチ、フォーゼね。フォーゼのおもちゃは未だに割と買いやすいかなと思います。で、こっちもベルト関係で、まあ結構ここら辺になると古いかな。電王とかね、牙とか、兜とかになって、で、こっちが一番古いんだけど、まあなかなかね、クーガのね、当時ものベルトとかは、ないかかな。ショーケースかな、どっちかっていうと。で、ここプレバンアイテムとか、お、これ新仮面ライダーだっけ？これかっこいいんだよな。これクーガだよね。のバイクというか、強化バイクみたいなやつ。
当時見てたからすごいね思い入れがあります。うん、CSM のシリーズとか割と欲しい人が多いと思うんだよね。定価より安かったら全然いいじゃん。まあ、出来めっちゃいいからね。で今ねこっちの方のちょっとコーナーまで歩いてきてるんですけど、ここはちょっと女の子向けのおもちゃのコーナーですかね。プリキュアとかさ、ラブパトリーナとか、お、かわいい。これめっちゃ出来良かったんだよな。ガチャガチャだと思うんだけど、最近ガチャガチャってもう値段が高いから、その代わり出来が良かったりするんで、こういう100円コーナーとかであったらラッキーですね。ミニぬいぐるみとかめっちゃ可愛いじゃん。コスモ星丸みたいなのがいたけど。でここはねおすすめの特化コーナーになります。ディズニーのぬいぐるみとかね。お、ドラえもんの空気砲だ。あ、こういうね日用品とかも意外とあったりするんですよ。だからお子さん連れで行ったらいいと思います、お母さんが。で今のたべっ子動物の時計なんですよ。これ左下にちっちゃい時計ついてますから一応時計です。でアンパンマンとかね、ほんと子供たちがちっちゃい頃から行けるお店だと思いますね。アンパンマン好きな頃とかから。お、流装じゃないでも今安いんだよね。これ100円になってるんですよ。めちゃ安いですよね。まあもう完全に最安値ってとこかな。お、ビルドドライバー、おい528円、いいですね。こんだけ揃って。お、キラメージャーのキラメイソード。キラメイソードはね、あの合体とかもできるアイテムなんでいいと思います。でこれがね普通に、はい、キラメイシルバーの武器なんですけど、はい、100円ですね。しかも3個ぐらいありました。1個だけ僕買いましたね。おー、ジオジオ関係は今安いんかな。でも出来はいいおもちゃだから遊びやすいと思います。今のも合体するじゃん、顔面の剣と。だからね結構おすすめなんですよね。合体するとすぐ大きい武器になるからね、遊んでて楽しい。んー、ゼンカイジャーだ。ゼンカイジャーもいいね。ギアトリンガーだっけ。今200円で買えちゃうんだね。あ、グーパー拳銃だ。あのゴーストの、はい、時のやつですね。武器ですね、これは完全に。お、キラメジャー。キラメージャー関係も安いね。今のはね、あの、なんていうのかな、強化フォームになるとなった時の武器かな。お、いいね。やっぱ安いね、今、ビルドのベルト。ビルドドライバー。で、恐竜ジャーとかもあったけど、これは、あ、ジオの時空ドライバーじゃん。おー、ライドウォッチもついてて500円か。もう完全に遊べるセットになってるのに500円って安いな。お、そうそう、メダジャリバー、これオーズなんだけど、割とね、今ね、今はでも買いやすい。お、ゴーストドライバー。ゴーストドライバーも結構好きだけどな。あ、またあった。そうそう、3つぐらいあったんですよ。今すごい最安値かなって感じ。あ、これ買わなかったんだけど、ウィザード好きな人にはすごいおすすめですね。武器100円ですからね。で、下の方に来ると、まあ、特急ジャーのね、必殺武器とかもあるんだけど、竜装ジャーとかね、竜装剣、ちゃんと竜ソウルついてて100円っていうね、安すぎない。あ、これはあれか。あれですね、なんだっけ、あれ、ちょっと、セーバーの時のベルトですね。まあ、セーバーの変身ベルトとは違うんだけど。お、クレヨンしんちゃんの、これなんかセットになってるんだよね。イオキャッチャーの景品だったのかな。いろいろついてて、うん、300円ぐらいで買えるっていうとちょっといいですね。お、これはあれだ、これもゴーストの時の武器ですかね。まあ、合体できるんで他の武器と、単品でも遊べるけどね、いいですね。楽しい、合体できる系僕好きですけどね。武器この辺が気になったんだけど、あのミニカーですかね。なんか出来が良さそうなんだけど、なぜかいっぱい100円であったんだよな。ブリスターに入ったミニカー100円なら、このクオリティのミニカー100円で買えるってやばくない？同じのばっかだけど、1個買って帰るみたいな。
バスだ、バス。うん、このミニカー気になったけどな。なんかどういうやつかを調べてから帰ってくるのを忘れました。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、評価ボタンをお願いします。それではまた、バイバイ。